こんにちは東京都に住んでいるノアです神社に行ったり観光地に行くことが大好きですはじめに今この地球つまり世界は平和にあふれているでしょうか幸せに暮らしているでしょうか今ウクライナではロシアとの戦争が起きています多くの犠牲者や毎日安心できない生活をしていますつまり戦争が起きている国があります ここのととを平和、幸せと言えますか私は言えないと思います皆さんもそうだと思います戦争ではなぜ犠牲者が出るのでしょうかそれは多くの銃や爆弾があるからです中には多くの人の体には悪い成分が入っていますそれが体に当たったら死に至ることがあります皆さんがウクライナにいて、 戦争が目の前で行われていたらどう思いますかとても怖いですよねこのことを通してみると武器や爆弾があるので犠牲者が出るのだと私は考えていますしかし武器をなくすためにはどうしたらいいと思いますかアメリカでは不審者が来た時用に家に銃を持っている時がありますが 世界的に人を撃つここととは悪いことですしかもイノシシなどを狩る時も銃を使いますがただただ森で歩いているだけなのに銃に撃たれ命を消すというのはとてもダメだと思います動物だからいいという考えをもう一回見直して動物の絶滅を防ぐために動物を殺さない動物を捕らない という決まりをみんなに知ってほしいです動物ももちろん人間も安全に暮らせるようにするために武器をなくすことで世界中に平和と幸せが訪れると思います世界の人と手をつなげるような平和が来ると自分ももちろん他のお友達や家族などもハッピーで嬉しい気持ちになると思いますこれからに向けて 武器を使わない武器を作らない武器を悪用しないというのを私がこの発表を通して YouTube などに広めて多くの人に見てもらいたいですそして多くの人に私の思いを知ってほしいです武器を持つ手ではなく人とのぬくもりをつなげられるような手になってほしいですこれで発表を終わります